脇開けてことにしてるのに、はい、体ね、腕出すので腰ですの、腰を回してから戻してから戻してみると体をさ、はい、こっち、こっちから見る、腰の硬いし、それで掴んでもう、そっちの中ね、はい、そっちこっち、打ち上げて、打ち上げて、はい、元キックボクシング世界フェザー級王者であり、全日本フェザー級タイトルも制した志摩光男。藤原敏夫らと共にキック全盛期に活躍した志摩氏の戦績は153戦133勝12敗8分けと輝かしいものである。右ストレートとローキックを主体としたその戦いぶりは高い KO 率を誇り、多くのファンを魅了していた。パンチっていうのはもっとバーッとインから入らなくちゃいけないね。これがこういう線があって、これ出るのがこっちアウト、これ良くないパンチで読まれるってパンチな。こっちはインから入るパンチ読めない。このまっすぐ入ると読めないからね。それ打つにもね、分かっててもね、なかなかできないんだこれね。それができた人、どうやったらそういうのができるのかってことをちょっと今日教えてもらうからね。はい、はい、では島先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。志摩光男氏による講習はいよいよスパーリングを通じた実践指導へと進んだ。ガード下がるね。ちょっとアッパーがこう、メニューが上がりすぎて、それもちょっと考えてるんですね。今、そうですか、最近のところ、右アッパー、その辺から来たんですよ。その辺から来たんですよ。
今さ見てってさ、はい、一発一発であの止まってる、攻撃止まってるんだよね、はい、あの連続技っていうのは全然待ってないんだよね、はい、やってないね、はい、一発でパーンと蹴っちゃ止まり、一発で止まり、お互いにそれやってるんだよね、はい、それだったら崩せないんじゃないの、はい、だからちょっと、もうちょっとやってみて、だからさっき、この蹴ったでしょ、はい、蹴ったら後ろに返すとかさ、はい、ね、よく考えてると思ってたのに、それでパーンと蹴って、それで返すと、なんか蹴ってみたいか、狙いを蹴ってみたいか、左の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 全部一発一発なんだけどね、あの攻撃が、はい、ちょっとやってみて、はい、連続の技、はい、こっから見て、それで前に出ていってさ、蹴りできない前に起こすんですよ。今こうやって、こうせっかくここまで来たんですから落ちちゃえばね、途中でこう蹴ればね、ここに崩せば、なるために今の防御だけなんです。防御だとそのまま落ちちゃってさ、そのまま蹴ればね、軸足を相手下がるんだから志麻さんを押して、はい、そのタイミングっていうのを見て、はい、グッと志麻さんを押してみて、ちょっと試合みたいにバッパーッとそのタイミング、はい、バーッここ押してみて、はい、そのタイミング、うん、何でもできるよ、うん、あ、こっちもできるよ、あ、こっちもできるよ、こっちもできるよ、必ずガードして、ね、それでこう蹴るか、ちょっと全然崩すか、考えた時蹴りじゃなくてね、はい、蹴るために体勢を作るために崩してから、はい、崩してから蹴るようになるから、はい、そっちは今見てるんですよ、つかまえて動かず、最初からも蹴って、つかまえて動かず、体勢崩れないですから、はい、ね、膝っていうのはさ、相手を膝を蹴るためにさ、相手の体勢を崩してから、ね、蹴るためにクリーンズなんだから、はい、ちょっとやってみよう、はい、中か、はい、はい、よし、
あ、ごめん。たまに当たるからね。そう、長から長から。そう。Okay.